はい、3月17日朝6時32分の相場解説になります。まずデイリーを見てみるんですけども、昨日1日はね、まあ大きな動きがなかったかなと私は評価しますね。1日のチャートバーを見てみると、まあこの辺ですね、売りに向かっている陰線が出てます。で、上下に同じぐらいの大きさのヒゲが出てますよね。まあですんで概ね大振れはしたんだけども、まあこの実践の間にね、収まっているかなってとこなんですよ。まあその価格帯が、107円ギリギリが上。で、106円かな。この1円の間で昨日は上下したのかなと。まあ1日で1円をね、上下するってことは十分な、利確のタイミングではあるんですけどもね。で、昨日私がどういうふうにしたかというと、昨日はね、なんですかね、金融庁からの会議とか報告があったんですけども、それについての大きな動きは今回なかったなと思います。ただその中でも動きがあったんで、多少取れたんですけども、まあ私はね、窓を開けたんで、窓埋めから始まるかなと思ったんで、窓埋めの方をちょっと意識していたんですよ。まあですんで最初は、買いで取りました。買いで2万5千ほど取って、その後売りで5千ほど取ったんですけどもね。1時間見てみましょうか。1時間で買いで取ったのは、おこれは行くぞと思って、この、ね、伸びで取りました。で、ヒゲを出して落ちてきたんで、ゼロラインのロスカットを、こうね、ゼロラインカットが入ったんですよ、ここで。パシッと。まあ、ですんで、ロスカットラインに当たったんですけども、ロスカットラインをね、私こう上の方にぐーっとずらした後だったんで、利確が2万5000ほどできたかなっていうところでしたね。で、その後、ずっとね、あれ窓の埋めに走んないなと。おかしいな。窓埋めはもう自分の定説にしようかな。迷信から定説にしようかなと思った途端、窓埋めしなくなってくるんですよ。これよくあることなんですけども。皆さんもよくあるでしょ。で、ぐーっと下がっていって、この大きなチャートバーね。これで、このわずかなんですけども、売りを5000円ぐらい取って、ちょっとロットを減らしたんですよ、この時。0.5 にしました。1から 0.5 にです。で、5000円取って、あとやっぱり上の方に向かわないなってことを確認したんで、まあ寝たということですね。昨日は夜9時ぐらい寝ました。早いね、早起きでしょ。で、今朝起きて見てみると、こういうふうにね、ペナントを書いてるかなってところと、あとね、全体像を捉えたとき、1時間なんですけど、これ。全体像を捉えたときなんですけども、こういうふうに大きな三角形をね、書いてはいるんですよ。で、ゴニョゴニョゴニョってしてるじゃないですか。これがもしね、これがもしですよ。こういうふうに下の方に落ちてくるとすると、ヘッド&ショルダーに似た形を作るんですよ。ただこれ、高値圏じゃないんですよね。高値圏とは私ちょっと思えないんで、絵に描いたようなヘッド&ショルダーは来ないような気はしますけども、大きな下落が起きることはあり得ます。で、私が思ってるのはね、やっぱり強く意識しないといけないのは、今回はテクニカルじゃなくて、資金供給のタイミングなんですよ。いつどのぐらいするかってことがわからないんですよ。昨日の日銀会合の後でも。だから値動きしなかったんですけども、必ず大きな金額を、ETF の買い入れにね、ぐーっとテコを入れるとかすると思うんですよ。で、その時に、もしね、日経平均に動きがあれば、そして、ナスダックにも動きがあれば、連動してドル円っていうのは変わるでしょう。でも、協調介入をした挙句ね、何も変わらないってこともあり得るんですよ。資金供給額がちっちゃかったりとか、それに対する相場の、期待感がなかったりしたら、資金供給したけど何も起きなかったってことがあるんですよね。特に、ゼロ金利政策をアメリカも日本も打ってると、マイナス金利ですけど、日本は。もう打つ手なしなんですよ、ここまでいったら。まあですんで、私ね、投資家として、私が勝手に言ってもしょうがないんですけども、市場にね、5000億とか1兆円供給するぐらいだったら、もうこれね、1年でいいんで、減税をするとかね、消費税とか、法人税を1年間、ゼロにしますよとか言ったら、これは市場に大きな動きをもたらすんじゃないかなと思うんですよ。要するに、お金のことを言うんだったら、市場にお金を流すよりも、労働者とかね、法人から取り上げるお金をちょっと減らしたら、それは、もう本当に市場の方に大きな作用が出てくるんじゃないかなと思うんですよ。どうですかね？もう市場にお金回しても、もう限界ですよ。これ以上打つ手なしですよ。そうなるともう税金に、手を入れるしかないんじゃないかなと思いますけどもね。という形で私の愚痴みたいな相場解説になりました。当面ね、ちょっと値動き分かりません。はっきり言って。あんまり下手な解説しない方がいいと思うんで、私も考えまとまんないんですよ。昨日はまだしもなんですけどね、日銀の会合があったんで。
あの日銀の会合の後で大した動きがないんで、ちょっとね、小康状態を保つんじゃないかなと。そして抜き打ちのように大きな動きが来ると思います。この大きな動きは私はちょっと予測できません、わかりません。ですんで今週はもしかしたら1週間エントリーするタイミングが見つけられないかもしれないです。こういうことはたまに言いますけどね、私2週間ほどエントリーするタイミングがないんじゃないかと思いますとか言って、本当に2週間ないんですけど、そういう時って。今回はね、あんまりチャートに張り付かない方がいいんじゃないかなと思います。今週は少なくとも今日とか明日はチャートをずっと見てても、なんかね、お宝が見つけられないような気がしますね。もし皆さん見つける方がいらっしゃいましたら、こうじゃないの、ああじゃないのっていうのはね、論理の展開がありましたら、ぜひご連絡ください。それについて私も一緒に考えていきたいと思います。私の今の時点では、今週はチャンスなしということで、抜き打ち的にね、資金供給とかあるかもしれませんけども、その抜き打ちなんてわかんないですからね。だからベターっとニュースとかね、相場情報とかチェックできるような余裕があればいいですけども、私でもその余裕はないというか持ちたくないんで、やっぱり相場に張り付く人生じゃないですかね、私は。あくまでもこれは私の生活をサポートするための資金活動ですから、これがメインではないです。しっかりとやっていきたいですけどね。じゃあ本日は以上です。